皆さんこんにちは、たのしです。今回はこちらにゃんこ大戦争実刑判決というね謎のステージやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まずは壁キャラクター出していきましょう。サザエのワンコは単体攻撃なので壁キャラクターでなんとかねしのげますね。どんだけ倍率高くても。よし、まあ1体ならいけるでしょう。おお、サザエのワンコ2体目来た。でワンコも出てきましたね。単体攻撃グループがたくさん来ました。おお、まあいいでしょう。慣れてきましたね。はいはい、オッケーオッケーオッケーです。オッケーです。で何が出てくるんでしょうね、このね実刑判決ね。でちょっとずつねたくさんキャラクター出していきましょう。おお、さてのマークめっちゃできましたね。これはちょっとねやばいことになってきました。では何を出しましょうかね。何にしましょう。やっぱりディアボロスですね。オッケーです。よー、ちょっとこれは壁キャラクター追いつくかな。ですけれどもサスの番号また来た。でも倒しましたね。オッケーオッケーオッケー。もう出しまくったら余裕のよっちゃんと。よし、ディアボロスね処理スピード速いですね。でお金もたくさん溜まってきました。テサランパサランも出しておきましょう。ジェラミも出しておこう。よしよし、結構いい感じじゃないでしょうか。あと少しですね、ウルルンまで。オッケーです。ちょっとやられるの早いですね、壁キャラクター。でもねジェラミがね頑張ってくれてますね。おー、当たんないけどテサランパサランが結構ねダメージ与えてくれてますね。あ、結構ワンコの倍率高いかな。まあ黒キャスも出しておきましょう。よし、サスのワンコやっぱ強いね、単体攻撃であったらね。うん、よし、ではどんな敵が出てくるのでしょうか。城の体力35万でございます。何が出てくるんでしょう、何が出てくるんでしょう、何が出てくるんでしょう、何が出てくるんでしょうか。何が出てくる、何が出てくるのでしょうか。アカラガオウです。アカラガオウ強いパターンですね。これは結構ね難しいパターンですよね。はーい、あー猫も友達行きましょう。これは難しいな。お、ジャラミ頑張ってくれてる。オッケー、デサランパサラン、いいダメージ与えてますね。これ負けない、大丈夫。アカラガオウ硬いな。で黒キャスのレッパンを当たってるギリギリのとこですね。で猫キングドラゴンがやられ始めてきてる。これはちょっとやばい。猫ムード頑張れ、猫ムード頑張ってください。おお、まあ1体ならいいんじゃないでしょうか。おお、ウサギもたくさん来ましたね。ちょっとちょっとちょっと、これはめっちゃピンチ。黒キャスリーがねノックバックたくさんしております。あー、よっしゃ、やっとワンノックバック達成。おお、これ結構アカラガオ体力ありますね。いやー、ジャラミも、あ、2回攻撃できるよね。3回目いけなかったね。うん、ちょっとねやばいな、このアカラガオ強すぎますね。なんとか猫ムードを守っていく。あー、ジャラミー全部コロキャスがやれてしまいますね。ちょっと猫ムードも1回ダメージ入れたいですね。ちょっと負けそうじゃないですか。猫ムードダメージ入れさせてください。お願いします。オッケーなんですけれども、おお、なんもなかったかのにアカラガオがねカミカミしております。ちょっとやばいな、猫キングドラゴンにこれ託すしかないな。お、でもちょっとウサギンとかねサスのアホ来てしまった。これやばい、負ける気がします。あー、このアパセント、あー、ジャラミに最後かけましょう。オッケーです。吹っ飛ばした。あー、やれてしまいました。一回も攻撃できずね。ちょっとお金はまだまだあるんですけど、あー、これやれてしまいましたね。わー、強いですねアカラガオ。まあリトライしていきましょう。残り7パ、ものすごく惜しかったですね。ではちょっと編成変えていきましょうか。どういう編成にしようかな。うん、ちょっと抜いとくとこは抜いときましょう。そして赤い敵に強い暗黒城を入れておきましょうかね。まあパワーアップしておいた方がいいでしょう。よし、まあこんくらいにしておきますね。よっしゃ、じゃあ暗黒城をここの編成に入れておきます。よし、じゃあこれでどうなるのでしょうか。うん、で猫キングインボット浮いてるか。オッケーオッケーです。じゃあ猫キングインボットを入れておきましょう。これで浮いている敵が取れてきました。よっしゃ、これで勝てるのかな。うん、そうですけどもね、赤い敵決めてきますね。でユキちゃんは浮いている敵に超ダメージを与える。これも入れておきましょう。これでさすがにね勝てると思います。よし、やっていきましょう。またまたリトライです。殺意のワンコはですね、あんま壁出しすぎない程度にちょっとずつ出していきます。オッケーです。オッケー、結構殺意のワンコノックバックしてますね。壁もやられております。おお、結構ダメージ入れて入っているところでしょうか。うん、アカラガオ強かったですね。それにしても、おお、いい感じと言えばいいんでしょうか。難しい感情でございます。おお、これはむずい。でも
たくさんね、壁キャラクター出せますね。まだ殺意のバンクあんまりいないのね。3体見てたな。怖っ。では、ちょっと、ここで衝撃レータしていきましょう。で、暗黒城をね、移動スピード遅すぎるので、城にたどり着くまで遅いと信じて、ちょっとずつね、出していきます。結構ね、黒い敵にも強いので、いい感じじゃないでしょうか。OK です。暗黒城ね、結構強いよね。これね、シュッシュッシュッとね。見事でございます。さすがライトセーバーです。で、ユキちゃんももう出しておきましょう。はい。ユキちゃん結構強いんですよ。浮いている敵にね。で、壁キャラクター不足してきたので、壁キャラクターちょこちょこ増やしていきます。で、暗黒城がね、頑張ってね、やってくれてますね。さすが。やっぱユキちゃんの攻撃エフェクトね、ブンブン先生かっこいいよね。おー、ここで金が玉とね、艦隊攻撃強烈のテサランパサラン出していきましょう。よっしゃ、暗黒城も出せる状態ですね。勝ちたいです。お願いします。あと少しなんですよね。よし。OK。倒してきたよ。あ、さてのまこもう一体来たから、出撃制限にはなんとかね、勝てそうですね。はーい。お、あたがら、あから顔来るかな？出撃制限かかっちゃった。あー、来ました。あから顔です。あにゃんこを撃つタイミング見せてしまいました。暗黒城を全てに託します。はい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 、はい。OK です。よし、暗黒城が結構ね、ダメージ入れてくれてる。あゆきちゃんダメージ。ですけれども、浮いている敵に超ダメージで、たくさんダメージを入れられたのではないでしょうか。テサランパサランが攻撃します。当たったかな、から顔に。こんな感じで実況が追いつきませんけれども、ゆきちゃんがね、だいぶ神ダメージをね、入れてくれてますね。よし、ゆきちゃん強いですね、やっぱり。すごい。おー。オッケー、ムードのダメージもね、まともに入りました。そして、黒キャストがね、余裕にね、ダメージ食らってません。おー、これ勝てるんじゃない？さすが編、さすがに編成ね、こんなに頑張ったらね。おゆきちゃんがやれてしまったけど、再生産もう少しでできそうです。あー、これ勝ちますね。はい、勝たせていただきます。で、黒キャストもノックバックしちゃったけど、ムードがね、結構いいダメージ入れてくれてますね。ディアボロスも。そして、暗黒城の再生産が、まあまあ、早いので、いけると思います。おゆきちゃんがとてもさせてくれました。よっしゃ、これであから顔を逃がすことができましたね。やっぱちゃんと対策すればね、勝てますね。いいですね。よし、ウサギンがちょっと硬いよね。はい、暗黒城にここは頑張ってもらいましょう。黒キャストがね、ダメージでちょこちょこ入れてくれてますね。これはもう城にたどり着きましたので、これクリアですよね。オッケー、暗黒城がたどり着いたらもうこれね、すぐね、城叩きますね。暗黒城かわいいけどかっこいいですね。よっしゃ、ということで今回ね、このね、実景判決クリアすることができました。たくさんアイテムありがとうございます。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。イエーイ。チャンネル登録をポチッと、チャンネル登録をポチッと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 よろしくお願いします。